ずはザ・リーサル・ウェポンズですね。これは待望の初対バンとなります。対バンしたことはありません。まあ、長いこと僕らの活動を見てくださっている方は覚えてらっしゃるかもしれないんですけれども、2020年の3月に本来はリーサル・ウェポンズと、大阪でツーマンライブをやる予定だったんです。待たせたなツーマンシリーズっていうのを東名阪で企画してたんですけれども、結局まあもう2020年の3月とかなんで、一番コロナが始まってしまったタイミングで、もうどうしたらいいどうしたらいいってなって、結局東京の WOD の、ツーマンだけできたんですよね。でそれから名古屋、シネマスタッフ、大阪リーサルウェポンズっていうのをもうどっちも延期ってなってしまって、その後同じ年の8月に改めてマジで待たせたなツーマンって言って延期に行って組んだんですけど、結局それもやっぱり状況が好転せず、まあ8月の段階でもちょっと対バンは難しいってことになってしまって、結局もう中止になりまして、でも結局そのマジで待たせたなツーマンに関しては名阪、名古屋大阪はナードマグネットとナードマグネットのツーマンになるというですね、異常な企画をやりましてですね、一部がコピーバンドとしてのナードマグネット二部がいつものナードマグネットみたいな非常に過酷な企画をやらせていただきましたけれどもね。だからリーサルウェポンという本当にだからずっと対バンしたいって思い続けて、ようやく、今回また出ていただけることになってですね、本当に嬉しいです。もう僕は最初にラジオで君はマザーファッカーを聞いた時からですね、大ファンでございますので、でもこの数年間の間に僕の好きなラジオ番組のアフターシックスジャンクション、通称アトロックってあるんですけど、あれ聞いてる方はもう完全にリーサルウェポンとおなじみのバンドになったんじゃないかなと思いますね。歌丸さんとコラボしたりとかね、何回もライブコーナーに出たりとか、その間にその間メジャーも来たし、もうどんどん人気もうなぎ登りの感じだと思うんで、なかなかこの機会見れるのはライブ見れるの貴重なんじゃないかなと思っております。君はマザーファッカーも好きですけど、僕はホッピーでハッピーが大好きですねあれは元気が出ますね。そんな感じです。リーサルウェポンズ、はい、楽しみにしております。